ああ、その頃。ああ、ごめんごめん。メリットとデメリットを話して、ああ、かわいい。そんなんで寝とったん。はい、どうも、トカゲのおっさんです。今日はですね、トカゲモドキさんを多頭飼育する方法をご紹介したいと思います。実はね、もうここに2匹ね、多頭飼育で飼育してるんですけど、もう動画は撮ってあるので、それは後でお見せしたいと思います。で、多頭飼育の成功率を上げる前準備として、まずお互いが見える環境にしておくっていうことですね。まあ後で動画で出てくるんですけど、まあ、レプタイルボックスだったら横同士にしてあげて、まあ、しばらく飼育するっていう感じで1ヶ月ぐらいですかね、1ヶ月ぐらいケージをくっつけておけば慣れてくれるんじゃないかなとおっさんは思ってます。あと体格を揃えるっていうとこですね。あんまり体格差がありすぎると小さい方がね力負けするので、なるべく体格をね揃えた方がおっさんはいいと思ってます。で、新しい環境になるので拒食の危険もあるんですよね。なのでしっかりご飯を食べさせておいて備えるっていう感じですね。で、次は、まあ、広めのケージ、これが60センチ、45センチ、30センチのケージなんですけど、なるべく広いケージで飼育した方が成功率は上がりますね。はい。あとおっさんはね、シェルター1個しか入れてないですけど、シェルターも引数分入れた方がねいいと思います。前準備としてはそんな感じですかね。はい。今からはこの子たちが入った当初の動画を見てもらうんですけど、その動画の後、最後は多頭飼育のメリットとデメリットの方をね話して終わろうかなと思いますので、よかったらね最後までご覧ください。はい、こちらにいらっしゃるのがトルクメニスタン、トカゲモドキさん2匹ですね。こんな感じの、もうヤング個体ですね。だいぶ大きくなりました。で、この子たちはメスなんですよね。女の子同士ということで、その場合は多頭飼育できます。まあ、レオパさんにも言えることなんですけど、メス同士の場合はできるっていう風に言われてますね。まあ、おっさんも相性が良ければ問題ないんじゃないかなと思っております。まあ、できないというか危険なパターンはオス同士ですね。オス同士を一緒に入れると縄張り争いとかがあるので、まあ、お互いを傷つけ合う可能性があるんですよね。なので危険ということで、まあ、そこも性格次第なところはあるんですけどね。僕のお客さんでオス同士で一緒に仲良く暮らしてるレオパさんもいるので、まあ、一概には言えないんですけどね。まあ、オスとメスの場合は繁殖してしまう可能性があるので、飼育者が大丈夫ならやってもいいんじゃないかなと思います。で、今から一緒にするんですけど、なんぼメス同士とはいえこの2人の相性ですよね。合わないような感じがすればすぐ別々のねケージに入れて飼育するっていう感じでいきたいと思っております。まあ一応前準備としてはこういう風にお互いのケージをくっつけておいて、両方が見えるような環境っていうのを事前にね作っておいた方が、まあ、多頭飼育できる確率は上がるんじゃないかなと思ってますね。はい、そんな感じで今から入れていきます。はい、ということでね、こちら前回作ったケージでございます。例えばなんですけど、片方だけここに入れてしばらく飼育して、その後もう1匹入れるってなると、最初に入れたこの匂いがすでについてるので、もしかしたらなんか上下関係的なのができてしまって、後から入ってきた子が、まあ、いじめられるんじゃないかなとおっさんはね思ってるので、2匹同時に投入しようかなと思います。はい、はい、どうぞ。君は横なんで。ああ、そんな怒るん。ああ、ごめんごめん。なんで怒るんよ。起こされてちょっと怒ったんでしょうか。左の子に威嚇されましたけど、ちょ
ね、どうしよう、左の子ちょっと怒らせてしまっておけ、大丈夫かな、あー怖い怖い、近づいてるけど、どうだ、なんかお互いに慣れてないというより、そもそもの飼育環境が変わってるんで、そこが気になってる感じですかね。あとね、もう一個多頭飼いの確率を上げるポイントが、シェルターはね、2個用意した方がいいらしいです。おっさんはね、1個にしてますけど、2個あった方が喧嘩した時に別居する家があるっていう感じで、まあ、関係がね、うまくいくっていう、なんか人間と似てますね。はい、こんな感じで明日また動画撮りたいと思います。今2人一緒にいます。大丈夫か、すごい近いところに2匹いますけど、なんか普通にしてますね。よかったよかった、噛みついたりもしてないし、泣いたりもしてなかったんで良さそうですね。よかったよかった、すごい仲いい子はね、お互いの脱皮を手伝ったりもするみたいなんで、そのシーンが見れたらもう最高ですよね。なんかね、今会議でもしてるんでしょうか。かわいいね。パンテオンのいいところ、これですよね。縁の部分に手をかけてね、見てくれるっていうのはね、最高ですよね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。多頭飼育の方法をお伝えしましたけど、で、今からはメリットとデメリットを話して、あーかわいい、そんな状態でこんなんで寝とったん、かわいすぎやろ。サムネイル決定ですね、これすごいね、めっちゃかわいい、大の仲良しになってますね。はい、まあ、メリットデメリットの話なんですけど、もうメリットは思いっきり出てますね。こういう仲良くしてるところが見れるっていうとこですよね。もともとね、自然界ではこの子たちはコロニーを作って暮らしているらしいので、そういう自然に近い姿が見れるっていうのが最大のメリットですよね。はい、でデメリットなんですけど、やっぱり喧嘩をする可能性があるっていうところが一番ですよね。もう一つ、餌をあげるときこの子たち寄ってくるので、間違って相手のね、指とかを噛んだりっていう、まあそれも1匹ずつね、外に出して与えたりすれば全然問題ないレベルなんですけどね。まあそんな感じのデメリットはあります。しかし可愛いですね、可愛すぎ、全然動かないですね。5、6分ぐらいずっとこれなんですけど、全然動かないですね。可愛いです。じゃあ今日はこの可愛いシーンを見ながらお別れということで、どうも最後までご視聴ありがとうございました。